解雇。解雇とは、使用者の一方的な意思表示による、労働契約の解除である。解除にあたり労働者の合意がないものを言う。解雇は労働者に大きな不利益をもたらす。そのため特に先進諸国では、不公正解雇は、法律で禁止されている。解雇を表す語では、ほとんどの動物が頭部を切断されると死亡するのに、例えて、各種、首を切る。 あるいは切られる、首が飛ぶ、または単純、または平易に首になるにする、切ると表現されることが多い。国際労働機関 ILO の1982年の雇用終了条約第158号においては、使用者の発意による雇用の終了について何が妥当ではないかを規制している。さらに使用者の発意による雇用の終了において、 予告期間及び収入保障を与えるよう規制している。解雇の子は民間の事業所、または事業者の非雇用者が失職させられることに用いる。正社員のみならず、契約社員やアルバイトパートタイマーなどの非正規雇用の場合も含む。労働契約期間中の中途解約のみならず、労働契約が成立していれば、その際に行う期間開始前の解除も解雇である。 解雇は、解雇の原因によって、普通解雇、整理解雇、懲戒解雇に分けられる。雇用の解除については、労働基準法の制定以前より民法で規定されて、いたが、民法における雇用契約は、当事者の交渉力や、社会的地位が対等であることを前提としており、例えば期間の定めのない雇用契約、定年まで働くような契約のことでは、当事者のどちらからでも、 一方的に解除を申し入れることができる。しかし使用者の方が、労働者よりも強い立場にあるのが通常であるから、労働者が解雇されるにあたっては、民法による保護では十分ではない。そこで、1947年、昭和22年、労働基準法により、解雇する場合の最低基準が制定され、さらに現在では労働契約法など、各種の労働法や判例法理によって、 民法の原則が全面的に修正されている。労働基準法には、解雇手続きの要件、30日以上前に予告する、または、同日数分以上の平均賃金、12条を払うが、労働者の責めに返すべき自由があれば免除されるとある、20条。これを解釈すると、30日分の平均賃金を払えば、特に理由がなくても解雇できるとなる。 これは当初は解雇について一般的な見解であった。これに従って解雇の自由を支持する判例が出されている。しかし、1950年代に下級裁判所において判例を積み重ねた法体系が出来上がっていく中で裁判所は労働者に対し様々な法的保護を与えていき、この結果、解雇の自由は解雇の制限へと変わっていった。 20条の解釈をめぐって、裁判官の間にあった2つの説。解雇は、使用者の一方的意思表示で行うものであるが、解雇は労働者の生活の糧を得る手段を失わせるものであるから、不意打ちのような形で行われることがないよう、各種の法制で規制が設けられている。退職に関する事項、解雇の自由を含むは、就業規則の絶対的必要を記載事項とされていて、 89条、使用者は解雇の自由を就業規則に記載しなければならない。また、労働条件の絶対的明示事項ともされていて、15条、使用者は労働契約締結に際して労働者に対して解雇の自由を書面で明示しなければならない。しかし裁判所は、たとえ労働者に就業規則違反などの落ち度があった場合であっても、具体的な事情から考えて、 解雇権の乱用であると言えるならば、その解雇は無効として、使用者による解雇権の行使を制限してきた。これが、解雇権乱用の法理と呼ばれるものである。つまり、紛争になっている解雇について、具体的事情に照らして考えると、客観的に合理的な理由を書き社会、数年上相当として是任することができないという、場合には解雇権の乱用として、解雇の意思表示は無効になる。 この法理は2004年平成16年1月の改正法施行により18条の2に,に明記され、さらに2008年平成20年3月に施行された労働契約法により同法16条に移された。就業規則にはその他前覚合に準ずるやむを得ない事情があった時というような規定が設けられていることが多く、解雇制限としては不十分だからである。 特に労働者の能力不足解雇について、能力不足を理由に、直ちに解雇することは認められるわけではなく、高度な専門性を伴わない、職務限定では、改善の機会を与えるための警告に加え、教育訓練、配置転換、広角等が必要とされる傾向が見られる、平成26年7月30日9発0730第1号。さらに、解雇が、 具体的に制限されている場合として、次の二つがある、19条1項。労働者の責めに返す自由があっても、この解雇制限は解除されないが、天才事変その他やむを得ない自由のため事業の継続が不可能となった場合には、行政官庁、所轄労働基準監督所長、以下同じの認定を受けた上で、解雇制限が解除される、19条第1項、正し書き、2項。 思考規則7条。また、以下のような不利益取り扱いによる解雇も民事的には無効とされる。使用者が労働者を解雇しようとする場合、少なくとも30日前に予告をしなければならない。20条1項。解雇予告は、解雇日について何年何月何日というように特定しておかなければならない。解雇の予告及び解雇予告手当の趣旨は、 失職に伴う労働者の損害を緩和することを目的としたものである。30日間は歴日で計算し、その間に休日や休業日があっても延長しない。月給、年俸制等においては民法における解除予告期間が30日より長くなる場合で、あっても特別法である労働基準法の規定にり 解雇予告義務は30日間に短縮されるという見解もあるが、労働基準法による規定はあくまで刑事罰を伴う責任であり、民事上は就業規則等で取り決めがない場合は30日を超える予告義務が別存在すると回避することができる。予告自体は口頭で言っても差し支えないが、実際には後日の紛争を防ぐために書面を交付する場合がほとんどである。 予告を郵送によって行う場合は、投函した日ではなく相手方に郵便が到着した日が予告日となるため、解雇日の設定は郵便事情をも考慮して設定しなければならない。2項の規定による予告の日数が30日に満たない場合は、道場2項の規定は排除される昭和23年7月20日期週2483号。 解雇予告は原則として取り消すことはできないが、労働者が具体的事情のもとに自由な判断によって同意を与えた場合には取り消すことができる。同意がない場合は予告期間の満了をもって解雇されることになるため、自己退職の問題は生じない。昭和25年9月21日千八2824号。昭和33年2月13日9発90号。 解雇予告がなされても、その予告期間が満了するまでの間は、労働関係は有効に存続する。したがって、労働者は労務提供義務があり、使用者は賃金支払い義務がある。昭和25年9月21日期収282号、昭和33年2月13日期発90号。解雇予告と同時に休業を命じ、解雇予告期間中は、 平均賃金の六十パーセントである休業手当二十六条しかし払わなかった場合でも三十日前に予告がなされている限りその労働契約は予告期間の満了によって終了する昭和二十四年十二月二十七日期二百二十四号解雇予告が有効と認められかつその解雇の意思表示があったために予告期間中に労働者が休業した場合には 使用者は、解雇が有効に成立するまでの間、休業手当を支払えばよい。昭和24年7月27日期襲1701号。なお、3月31日付での退職届を出していたが、それ以前、例えば3月15日に即日解雇された場合は、解雇予告手当として30日分の平均賃金の支払いをしなければならないため、15日以降の 出勤日を休業させ、平均賃金の6割である休業手当を払う方が合理的である。解雇の予告をしたにもかかわらず、解雇予定日を過ぎても引き続き労働者を使用した場合は、同一条件で労働契約がなされたものと取り扱われるので、その解雇予告は無効となり、その後解雇しようとする場合には改めて解雇の予告が必要となる。 昭和24年6月18日揮発1926号予告期間満了前に労働者が業務上の疾病のため休業した場合制限期間中の解雇はできないが休業期間が長期にわたるものでない限り解雇予告の効力発生が中止されたに過ぎないので休業明けに改めて解雇予告をする必要はない 昭和26年6月25日、奇襲2609号。定年に到達したことで、自動的に退職する。定年退職の場合は、解雇予告の問題は、生じないが、昭和26年8月9日、奇襲3388号。定年に達した時に、解雇の意思表示を行い、それによって、労働契約を終了させる。定年解雇の場合は、二条による、 解雇予告の規制を受ける、周北バス事件、再犯昭和四十三年十二月二十五日、定年後の再雇用の場合は、単に労働者の職成上の身分の変動であって、労働関係は継続して存続するものであるから二十条の問題は生じない、昭和二十五年一月十日10三千六百八十二号、三十日以上前に解雇を予告できない場合には、 30日に不足する日数分以上の平均賃金を支払わなければならない。10日前に予告した場合は20日分以上の平均賃金を支払う。この不足する日数分の平均賃金の支払いを解雇予告手当という。解雇予告手当は労働基準法上の賃金ではないが昭和23年8月18日期五2 5 2五号。 解雇の申し渡しと同時に、賃金と同様通貨で直接支払わなければならない。昭和23年3月17日期発464号。よって、後日請求することはできず、時効の問題も生じない。昭和27年5月17日起終1906号。使用者が、労働者に対して、金銭債権を有している場合であっても、解雇予告手当と相殺することはできない。 昭和24年1月8日、期収54号。また、健康保険法における、報酬にも該当しないため、解雇予告手当を受け取っても、標準報酬月額は変化しない。なお、解雇予告手当は、税制上では、退職所得となるため、退職金が存在する場合は合算して、退職所得とする。労働組合先住者を会社が予告せずに解雇する、場合、 専従期間中も会社に在籍するものである限り、解雇予告手当を支払わなければならない。昭和24年8月19日期修1351号。最低年齢の規定、56条に違反して、児童を使用した場合、使用者は解雇予告手当を支払って、即時に解雇しなければならない。昭和23年10月18日期修3102号。 事業譲渡により、新会社に雇用された従業員を旧会社が予告なく解雇した場合、労働条件について著しい変更がなく、実質的に雇用関係における権利義務の包括承継と認められる場合は解雇の問題をせず、解雇予告手当の支給義務はない、昭和33年8月27日期衆4107号。解雇予告手当を支払わず、 労働者を即時に解雇できるのは次の自由により行政官庁の認定を受けた場合である20条1項、正し書き3項。認定を受ければ解雇の効力は認定を受けた日ではなく解雇の意思表示をした日に発生する。なお使用者が認定申請を遅らせることは法違反である昭和63年3月14日、規発150号。 ただし、行政官庁の認定を受けなくても、認定申請を行わなかった二重条違反による、刑事上の問題はあるものの、民事的には、認定を受けるだけの自由があれば即時解雇は有効で、解雇予告手当の支払いは、不要というのが、判例の傾向である、東京公判書47.6、29ほか、しかしながら、上記の自由を満たさないのに、解雇の予告も、 解雇予告手当の支払いもないまま即時解雇を通告することがまま見られる。このような解雇通告は即時解雇としては当然無効であるが、使用者が即時解雇に固執する趣旨でない限り、解雇の通知後30日の経過後または解雇の通知後予告手当の支払いのあった時から解雇効力が生ずる。つまり、解雇する胸の予告として効力を有する。 昭和24年5月13日期衆483号、再犯昭和35年3月11日。また裁判所は、解雇予告手当を支払わなかった使用者に対して、労働者の請求により、未払い金と同一額の付加金を支払うよう命ずることができる。114条。なおか旧審の判例によれば、解雇の意思表示そのものを、 どのように受け取るか、解雇の意思表示を無効主張するか、あるいは解雇が有効であるとの前提で解雇、予告手当の支払いを求めるかは、労働者の選択に任されていると解される、東京地判昭和41年4月23日だ。実際には、シフト、出勤日数の調整による、事実上の解雇や、労働者側の法的知識がないこと、 訴訟費用が十分にないことを理由に、会社側は、不当解雇と分かりながら違法な即日解雇を行う、ことがある。また会社側から、損害賠償等で社員を告訴する、家族を人質に取る旨をほのめかす等、リストラ工作のために脅迫し自主退職に追い込む、ケースも多々見られるが、これらのケースでは、多くは労働者が告発した場合に企業が、名誉毀損による告訴を盾に、 元社員の口封じを行うことが日常的に行われている。労働者側は不当解雇に合わないよう記録を日常的に取る習慣をつけることが肝要である。また、会社側も解雇を行うには解雇の正当性を説明できるように労働者の日常的な問題の記録を取る習慣つけることが肝要である。20条の規定は以下の労働者には適用されない21条。 ただし、以下の適用除外は解雇予告義務違反による刑事責任を免除されるだけであり、民事上の責任、労働、契約法による中途解雇制限をも免除されるわけではない。日雇いは除く。それぞれの期間を超えて引き続き使用されるに至った場合は、解雇予告の規定が適用される。解雇予告が行われると、最長で三十日後に解雇となるため、 それまでの所定勤務日数に相当する年次有給休,休暇を保持している場合は、解雇期日まで取得が可能となり、それを超過する分は法定最低付与分である場合は無効となり、法定以上の付与の分は買い取りが可能となる。ただし、解雇予告手当が支払われる場合は、解雇期日を短縮されるため、年次有給休,休暇は無効となる日数が増える。 解雇は退職と違い労働者の予期せぬことなのでよくトラブルとなり法律での保護など議論を呼んでいる。労働者が退職の場合において退職時の証明書を請求した場合においては使用者は遅滞なくこれを交付しなければならない。22条1項。法廷の記載事項は以下の通りであるが労働者からの請求があればこれら以外の事項を記載しても差し支えない。 一方、これらの事項であっても、証明書には、労働者が請求しない事項を記入してはならない。22条3項。解雇予告された労働者は、退職の日までに使用者に、解雇の理由を記した証明書を請求することができ、請求を受けた使用者は、遅滞なく交付しなければならない。ただし、解雇予告を受けた労働者が、解雇以外の自由で退職した場合は、退職の日以降、 使用者は交付する責めを負わない。22条2項。この場合、労働者は当該解雇予告の期間が経過したからといって、改めて22条第1項に基づき解雇の理由についての証明書を請求する必要はない。平成15年10月22日期発第102万2001号。懲戒解雇の場合であっても同様である。なお、労使の間で退職自由について、 見解の相違がある場合、使用者は、自らの見解を証明書に記載して地帯なく、交付すれば、それが虚偽である場合を除き、22条違反とはならない、平成11年3月31日期発169号。なお、雇用保険法における離職票を交付することで、退職時の証明書に変えることはできない、平成11年331日期発169号。 請求の回数に制限はない。請求の時効は2年となる115条。また使用者は、あらかじめ第三者と図って労働者の就業を妨げることを目的として労働者の国籍、心情、社会的身分もしくは労働組合運動に関する通信をし、または証明書に秘密の記号を記入してはならない22条4項。いわゆるブラックリストによって、 就業を妨害することを禁止する趣旨である昭和22年9月13日発、基17号通信については22条4項に挙げられた項目についてのみ禁止されるが限定列挙昭和22年12月15日期発502号秘密の記号についてはいかなる項目についても禁止される。なお使用者が第三者からの紹介に回答することは 禁止されていない。使用者は、労働者の死亡または退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の遺憾を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。これらの賃金または金品に関して層がある場合においては、使用者は意義のない部分を、 7日以内に支払い、または返還しなければならない。23条。なお、所定の賃金支払い日が7日よりも前に到来する場合は、その賃金支払い日までに支払わなければならない。権利者とは、通常は労働者本人であるが、当該労働者の死亡後は、その相続人となる。最も労働協約。 就業規則で民法の遺産相続順位と異なる、旨を定めても違法ではない、昭和25年7月7日終戦786号。なお、一般債権者は含まない、昭和22年9月13日初期第17号。労働者の権利に属する金品には、労働者が職場に持ち込んだ私物を含む、使用者が労働者に対して有する金銭債権の、 存在をもって、労働者の権利に属する金品の返還を拒むことは、できない、は41年2月2日39期衆8818号。なお、退職手当については、7日を超えても、あらかじめ就業規則で定められた支払い期日に、支払えば足りる、昭和26年12月27日期衆5483号、昭和63年3月14日、 発150号。外国人労働者が退職する際には、返還の請求から7日以内に、外国人労働者が出国する場合には、出国前に返還すること。また、事業主は、外国人労働者の旅券等を保管しないようにすることとされる、外国人労働者の雇用管理の改善等に関して、事業主が適切に対処するための指針。 平成19年厚生労働省国時代276号。満18歳に満たない者が解雇の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は必要な旅費を負担しなければならない。ただし、満18歳に満たない者がその責めに返すべき自由に基づいて返され、使用者がその自由について行政官庁の認定を受けたときは、この限りでない十四条。 年少者労働基準規則十条一項。解雇された年少者が、帰郷旅費を持たないために身を持ち崩すことを、具趣旨であり、戦前の工場法施行二十七条を引き継いだ、規定である。帰郷とは、本人の住所地に限らず、父母その他の親族の保護を受ける場合はそのものの住所に、行く場合を含む。また、旅費には就業のために移転した家族の旅費も含まれる。 昭和22年9月13発、期十七号。なお、かつては女子の寄協力費の規定もあったが、改正前の68条、1986年、昭和61年4月の男女雇用期解禁等法の施行により廃止されている。雇用保険法における基本手当の受給にあたり、解雇、事故の責めに返すべき重大な理由によるものを除く。 により離職した労働者は、特定受給資格者、倒産、解雇等により離職したものとし、扱われ、自己都合退職等による場合に比べ、所定給付日数が多くなる、雇用保険法23条。また、以下のような事情により離職した者ものも、解雇等による、離職として、同様の扱いとなる、雇用保険法施行則36条2号から11号。 ユニオンショップ協定下において事業主に対して労働者の責めに返すべき自由がないにもかかわらず労働組合から除名されたために解雇された場合はこれらの基準に該当するものとして扱われる。なお労働者が使用者に解雇してほしいと依頼した結果解雇となった場合は自己都合退職に準じて取り扱われる。事業主はその雇用する高年齢者等を 常時雇用する45歳以上65歳未満の者に限る。以下同じが、解雇、事故の責めに返すべき理由によるものを除く。その他これに類するものとして、厚生労働省令で定める理由により離職する場合において、当該公年齢者等が再就職を希望するときは、求人の開拓その他当該公年齢者等の再就職の援助に監視必ずな措置。 最終職援助措置を講ずるように努めなければならない。公共職業安定所は、この規定により、事業主が講ずべき最終職援助措置について、当該事業主の求めに応じて、必要な助言その他の援助を行うものとする、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律15条。事業主は、その雇用する高年齢者等のうち5人以上のものが、解雇等により離職する場合には、 原則として、当該届でにかかる離職の1ヶ月前までに、その旨を公共職業安定所長に届けでなければ、ならない多数離職届、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律16条。事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、解雇等により離職することとなっている、高年齢者等が希望するときは、その円滑な再就職を促進するため、 当該高年齢者等の職務の経歴、職業能力その他の当該高年齢者等の再就職に資する事項、解雇等の理由を除く。として、厚生労働省令で定める事項及び事業主が、講ずる再就職援助措置を明らかにする書面、給食活動支援書を作成し、当該高年齢者等に交付しなければならない、高年齢者等の雇用の安定等を関する法律十七条。 事業主は、障害者である労働者を解雇する場合、労働者の責めに返すべき理由により解雇する場合、または、天災事変その他やむを得ない理由のために、事業の継続が不可能となったことにより解雇する、合わせを除くには、速やかにその旨を公共職業安定所長に届け出なければならない。この届け出があった時は、公共職業安定所は、 この届け出に係る障害者である労働者について、速やかに求人の開拓、職業紹介等の措置を講ずるように努めるものとする、障害者の雇用の促進等に関する法律81条。イタリアでは労働者検証の18条で15人以上の従業員を抱える企業が正当な理由なく解雇した場合、従業員を再雇用する義務の規定があった。二千十二年六月十七日、 マリオ・モンティ首相が企業が従業員を解雇する際の条件を緩和するなど一連の労働改革法案を可決させた。スペインでは法律により労働者の解雇に厳しい制約がかかっている。そのため外国企業の投資経営、外国人労働者の流入といった事態を招いているという指摘がある。不況による雇用量の過剰に対してレイオフによって迅速に 人員削減をするのがアメリカ企業の手法であり、解雇の立法規制や判例法理の発達は限定的である。法制は州により異なる。例えば、カリフォルニア州では雇用契約は圧倒いるすなわち、相互の自由意思に基づくものとされ、期間の定めのない雇用契約では使用者の判断で、特段の理由なしに、いつも労働者を解雇できる。 ただし、解雇予告手当に相当するものの支払いは必要。また、機械の平等が強い社会的規範であり差別禁止の法制は発達していて、40歳以上の労働者について年齢を理由にしたり、人種、宗教などの理由による差別を解雇を含む雇用関係のあらゆる過程において禁止している。なお、トレイフは別物である。レイオフは、 会社が仕事を用意できなくなった際に召し放つ行為であるのに対し、ファイアは個人の働きがミスマッチである際に個別解雇するもの、ある。ドイツ企業の雇用調整は日本企業解雇規制が極めて強いとアメリカ企業解雇自由の建前の中間にあるとされてきた。ドイツでは整理解雇について日本の 整理解雇の4要件と同様の件が課されているが、人員整理の前提となる企業縮小や合理化措置などについては憲法上保障された企業主としての決定の自由が強調され、それに対する司法審査は明白な非合理性のない限り馴染まないとされてきた。事実上解雇ができなかった雇用制度を改革するため、デアハルト・シュレーダー首相の政策、アジェンダ二2010のもと、 法律を改め、解雇をしやすくしたところ、ドイツ企業は競争力を取り戻すために、相次いで大幅な解雇を実施した。短期的には失業者が500万人を超えたが、長期的には雇用の流動性が高まり、逆に労働市場が拡大して失業者は減った。もっとも、シュレーダー首相は、国民の不満を一心に浴びて、退陣を余儀なくされた。解雇。 退職関係、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。